オーディションぐらいぶりじゃないっていうぐらいなんだけど、本当に。こんばんは。いやマジでね、美容院行くしかって、最近美容院に行ってこうなったんですよ。ゆらレイチェルさん、アニハセヨー。今来てくれてあ来てくれてありがとうってだって言う。ちょっとわかんない。あー、この韓国語のギフトの方なんて読むんだろう。わじゅうそう、ん、わじゅうしょうそう、かむさはみだ。えの妹さん、あのこのギフトくださってる韓国語の方なんて読む。まさぴょんさんかな、違うか。かいかいさん、お疲れ、かわいい、ありがとう。きよにいさん、葉っぱありがとう。たむたむさん、ともありがとう。うん、嘘。かいかいさん、きのこもありがとう。やばい、ちょっとなんか今日読めそうにないかも、ギフト。ツイッターでやりとりしててみんな知ってるから平気だよ。なんのことだっけなんのことだっけ。けちゃん、え、ゆらちゃんメイクいいねって、え、これ今したんですよ、今帰ってきて。そういう方がいい、なんか褒められるんだよね、ゆら。そういう方がいいのかな。アンピーキャラの T シャツもらえたって聞いたと、あ、そう、なんかもらえるっていうことになったみたいな感じなんですけど、まだもらってはない、あの T シャツをもらってはないんだけど、なんかもらえることになったっぽい、嬉しい。イエーイ。今日アンピーとレッスンであったよ。ゆらちゃん韓国の歌番組に出るから、ここのニュースに出たよ。今日も可愛い、カムサムリだ。同時に推しが配信してるやん。誰だろう推し。あの NMB さんの推しの方かな。あ、 ASF、 あのあれか、アジアソングフェスティバル。オリコ、オリコちゃん、 あれオリコちゃんって言うんだ、かわいいよね。ねえゆら、ほんとにオリコのキャラだから覚えてあげて。覚えます。そっか、あれだよね、はしごちゃんさんはね、アンピアンピアンピースキピーのあれだからね、チーム。え、じゃあちょっとアンピーと池田ちゃん推しでやってください、これから。あ、プレゼントくれました。ありがとう、嬉しいです。ちょっと取りに行く機会がないんですけど、なかなか。でも行けたら取りに帰ってみんなに紹介しますね。あの、こういうの届きましたって。あ、ね、手紙も結構届いてるんですけど、どうしたらいい。手紙ってさ、なんか届いたよってこう見せた方がいいの。でもさ、なんか見せ、あ、もうなんか見せてほしくないみたいな人もいたら、なんか申し訳ないなと思っていつも見せてないんですけど、全部読んでます。嬉しい、ありがとう。みんなね、前髪重くて本当に泣けてくる。え、みんなやだ、手紙紹介されるの、ショールームで。うん、あ、韓国の方、うん、き、あ、なるほど、なるほどね。ゆらちゃん経由で妹さんへ韓国のキャラ靴下とか送っていい？それはちょっと分かんないですね。それは分かんない、分かんないって、分からないってなんて言う？丸げっさよ。うん、
紹介する専用の手紙書きます。あれですよ、なあの手紙の内容は紹介しないけど、なんかこう住所とかを隠してこうやって届きました何々さんありがとうとかっていうのをしたいんだけど、でもみんながどうなんだろうと思って、なんかやってほしくない人とかもいるかもしれないからできてないって感じです。え、違うよ、手紙の内容は読みません。ショールームでなんかただ単にこう届いたものをこう見せて、あ本当に届いたんだなって思うじゃないですか。そしたらなんかね、そう、あ全然いいですか全然良かった。えじゃあ手紙の内容はそれはユラは、ね、ユラだけ読みますけど、読まんですよ。えなんか変わったんですけど、なんか横になったんですけど、最悪なんかたまになるんですよねこれ。なった、なったよね、たまになるやつです。花子さんありがとうございます。初見 NMB のファンの方かな、ちょっと、あ NMB さん、あの多分このプロフィールを見てる限りそうですね。そう、私 NMB さんだったら安田さん、安田さんめっちゃ可愛いなって思う。 NMB さんねえ前髪重い、つらい、あそうですってね、そう、ぜひ STU も知ってください。本当に前髪が重くて辛いです。あほら私もその方めっちゃ好きです、安田さん、めっちゃインスタ見てます、 SNS ね、重くない本当に前髪ん、あそう、 Twitter とかも、でも私はうんそうですね好きです。え見たよ、キューちゃんさん蒙古タンメン、ほんあの何店舗で食べてるの、私の夢でもある。ねえ待って、前髪クロワッサンはパワーワード待ってパワーワードじゃない、前髪クロワッサンはパワーワードだよ、やばいやばい、天才。今ちゃん普通に声出演してもいいんじゃないって、なんかめっちゃ動き重くなった。え何分今ちゃん今、あダメだね48分なら切らん方がいい、